今回はですね、できるだけ簡単にメダカを増やす方法を紹介していきたいと思います。まあ、初めてね、メダカを飼い始めてですね、ちょうど今ぐらいの時期になってきますと、こんな感じでね、メダカが、卵を産みつけると思います。結構ね、産んできてると思います、この時期だとね。で、それでですね、メダカが卵を産んで採卵して、まあ、張り子をですね、育てて、メダカをね、やっぱどうしても産むとね、増やしたいと思うじゃないですか。で、それでね、やっぱね、ネットで調べてみるとですね、メダカの卵採卵とか、張り子の育て方とか調べると、結構ね、多分今ネットでも YouTube でも、ね、いっぱい出てくると思うんですけど、でもなんかいろいろね、情報が逆にありすぎて、どれが正解なのかとか、いやめちゃくちゃ手間かかるじゃんとか、ね、思いませんか。例えばまあ一番手間かかるやり方だと、このねメダカの卵を、まあ、産卵床ですね、産卵床から指で取って、まあ、1個ずつ取って、まあ、綺麗な、ね、水に入れてメチレンブルーで消毒して、まあ、定期的に、ね、3日に1回とか2日に1回水替えしながら、張り子が帰るのを待って、ハリコが買ったらグリーンウォーターとかね、クロレラを使ってグリーンウォーターにして、PSB を使ってゾウリムシを培養させて、ミジンコを培養させて、ハリコに与えながら育てるとか、めちゃくちゃ大変だなって思ったりしませんか。まあ初心者の、まあベテランの方はね、分かると思うんですけど、初心者の方だとそこら辺がね、ちょっとなかなか大変だなって、メダカのハリコ育てるのってこんな難しいのとかね、思うかもしれませんが、今回はですね、できるだけ簡単にメダカをね、増やす方法を紹介していきたいと思います。まあ、今言ったね、 PSB やったり、そのメチレンブルでね、消毒したりとかね、やるのめちゃくちゃいいと思うんですけど、なかなかね、初心者の方にはね、大変だと思うので、もっとですね、簡単にメダカを増やす方法を紹介していきたいと思います。まあ、こんな感じでメダカ飼ってるとですね、多分今何匹か、こいつはうんこだな卵を持ってる子が見えると思うんですけど、まあメダカがですね、まず卵を産みましてですね、まあオスメス入れとくと、あ、この子とか持ってますよね、持ってる子いますよね。最初のうちですね、まあ午前中とかのうちはこんな感じで、ね、卵を、ぶら下げてるんですけど、まあちょっと経つとですね、この卵を、産卵床に、ね、くっつけたりします。お尻にこれ持ってるの分かりますかね、めちゃくちゃ持ってますね。これまあサンセット極み流なんですけど、ある程度持ってると、まあお昼ぐらい、午後とかになってくるとですね、この入れてる産卵床ですね、こちらの、ね、産卵床に卵を、ね、産みつけます。多分、まあ、めっちゃついてますね、この辺とかついてるの分かりますかね、卵がこの辺めっちゃついてます。こんな感じで、ね、産卵床にあのくっついてた、ね、お尻の卵を、産みつけます。こんな感じでいっぱいついてます。なのでまずね、このメダカの飼育容器に必ず、こんな感じの、ね、産卵床を入れてください。まあ、これはね、何でもいいんですけど、ウィローモスとか、あとよく使われるかはこっちのような、こっちにあるホテイソウですね、このホテイアオイ、こちらのホテイソウを入れてもらったり、こことかめちゃくちゃついてますね、これ分かりますかね、ブリブリ卵ついてます。あとはまあセリアとかで売ってるあの産卵床でもいいんですけど、あのスポンジのタコ足ですよね。ただね、あのねスポンジのタコ足ね、どうしてもねビオトープだとね、あんまり、ね、つけてくれないんですよね。ビオトープだと結構ね水草とか、まあ他のいろいろね障害物があるので、そっちにつけちゃってですね、あんまね、あのセリアとかのね産卵床につけてくれない場合があります。なので自分のおすすめはこのね、ウィローモス、もしくはこっちのね、ホテイソウがねめちゃくちゃつけてくれるのでおすすめです。まあ、このどっちかが自分的にはベストだと思います。まあさらにね、つけやすいっていう点と、まあもうちょっと後でも紹介するんですけど、さらに他にも利点がありますので、まあ、こちらのウィローモスかホテイソウをね初心者の方にはおすすめします。ホテイソウなんてね、ホームセンターで1個100円ぐらいでね売ってますので、多分ねそっちの方が、いいと思います。そうしてですね、こちらまあ産卵床ですね、まあ、ウィローモスでもホテイソウでもいいですけど、産卵床に卵がね、ついてるのを確認できましたら、この卵をですね、もうね、このウィローモスごとでいいんですよ。ウィローモスごと別のね、この何にもメダカが入ってない容器に、ドボンしてあげます。もうね、1個ずつね、卵取ったりメチレンブルーとかに入れたりしないです。もう自分とこ、まあ初心者の方とかね、そのめんどくさい方はもうこういうビオトープにドボンでもいいですし、例えば水張ったバケツとかにドボンでも、ね、問題ないです。今みたいな親の入ってないがっつりビオトープに放り込んでもいいですし、こんな感じでね、100均の10リットルバケツに卵ついたホテイソウをこう浮かべとく、これだけでもね全然大丈夫です。でこの水はですね、まあ、1日ね組み置きした水がいいと思います。まあ、カルキが入った水の方が、まあ、卵の
カビを防ぐ、ね、殺菌作用があって、ね、いいかもしれないんですけど、自分はですね、そのカルキより微生物とかバクテリアを、ね、大事にしたいので、1日汲み置いた水とか、もうカルキが、ね、抜けている水を使います。カルキが抜けた水にホテイソウとかウィローモスをドボンしてあげます。でも卵も、ね、全然1個ずつ、取らなくていいです。メチレンブルも入れなくていいです。ただ1日汲み置きした水とかはもうビオトープでね、だいぶ立ち上がってる、まあ、ちょっとね小汚いぐらいのねグリーンウォーターになってる水とかでもね全然いいです。むしろそっちぐらいのこういうねグリーンウォーターの水とかの方がね微生物いっぱいいていいかもしれないです。でまあ10リットルバケツでも全然ね問題ないんですけど、容器はですねまあ大きければね大きい方が水質もね安定しますし、メダカのね張り子の成長が早いので、早くね大きく育てたいよっていう方とか、まあ初心者の方もね NV ボックスとかの方がねいいかもしれないです。場所がねちょっとなくてね、まあある程度育てばいいよっていう方はね10リットルバケツでもいいですが、まあできるだけね大きめ容器の方がおすすめっちゃおすすめですね。さっきですね、なんでこのホテイソウとかウィローモスがねおすすめだよって言ったかというとですね、まずねこのホテイソウとかウィローモスってこのもしゃもしゃしてるの分かりますかね。これまあホテイソウだともう根っこがもしゃもしゃしてますし、ウィローモスだったらもうそれ自体がねもしゃもしゃしてるので、このもしゃもしゃしてるところにですねバクテリアの住処になるんですよね。でバクテリアがいっぱいいるとですね、まあ水質がね安定しますし、水質浄化作用があります。またこのバクテリアプラスここにね大量のね微生物、ちょっとねこの中じゃね多分分かんないと思うんですけど、この中にめちゃくちゃねちっちゃいね、まあミジンコよりもっと小さいような、まあゾウリムシと似たようなやつかもしれないですけど、大量のね微生物が住み着いていたりします。その微生物がですねハリコの初期の餌になったりしますので、このね微生物ごとこの中に入れるっていうので、ハリコの、ね、非常食になったりするので、その辺がねホテイソウウィローモスの使うとね、いい点ですね。普通 の産卵種だとあんまりそういうのが、ね、ないかなと思いますし、さらにこれ水草なんでですねこう栄養を、ね、吸収してくれます。ハリコの、まあ、ハリコの糞とかねそんなないかもしれないですけど、ハリコが出した排泄物とか、まあ、餌の残りカスとかのねそういう栄養分をこいつらがね水草が吸収してくれるので、水質の、ね、安定にもなります。根っこはですねバクテリアの住処になって、まあ、微生物の住処にもなって、なおかつこいつらがですねさらに水草が栄養を吸収してくれるというですね、めちゃめちゃねかなり有能だと思いませんか。普通の、ね、産卵床だったらそこまでね機能がないので、自分はこのホテイソとウィロモスをおすすめする理由はそこになりますね。初心者さんにはね特にいいと思います。まあ、そうするとですねだいたい今の時期だったら10日前後ぐらいでねここにハリコがね帰ってくると思います。そうして何日かするとですねこんな感じでハリコがね帰ってきます。これ今120リットルタレにいっぱいいるんですけど、見えますかね、こんな感じでハリコちゃんがね帰ってきます。さっき言ったねホテイソウに卵ついたのをこんな感じでタライに放り込んでたら、こんなねいっぱい帰ってきました。でハリコが帰ったらですね、まあ我が家ではまずすぐにですねこちらですねゾウリムシを与えてます。まあ、ない方はですねこの餌、だけでも、全然いいです。まあ本当に、ね、初心者の方だとゾウリムシもねめんどくさいよっていう方もいると思いますので、なければ全然ね、この餌だけでも育ちます。ただこの餌だけよりはゾウリムシがあった方が生存率は上がるかなっていう感じです。ただね別にこの餌だけでも、全然ね育ちますので、本当プラスアルファですね。例えばもう本当この餌だけで、まあ、育てたいよっていう方はこの餌だけでもいいですし、ちょっとでもね生存率上げたいよっていう方はゾウリムシ、挑戦してみようかなみたいなね感じで、プラスアルファでゾウリムシがあると生存率がねちょっと上がるかなっていう、イメージですね。なのでまあめんどくさくてね無理したくないよっていう方は全然、この餌だけでも OK です。まあ、まずねゾウリムシ併用パターンだと、もう帰ってね翌日ぐらいからですね我が家ではこんな感じでゾウリムシを与えます。でゾウリムシの培養方法は過去に動画アップしてますので、気になる方はねぜひそちらご覧になってみてください。で我が家は、ね、ゾウリムシその粉末のね、ま、お茶で沸かしてるんですけど、これもねよく質問で聞かれるんですけど、この粉はねどうするか、こし取ってるかとか聞かれるんですけど、我が家はねこし取ってません。粉末のねお茶でやってるとこんな感じで、上はですねこんな感じで結構透明の綺麗なねゾウリムシがいっぱいいる、状況になってて、この下の方にですね、かなり、こずんでます。なのでこのこずんでるのだけ取らないようにね、与えます。なのでこの上積みをですね、このスポイト、これもね確か100均で売ってると思いますので、この上積みの部分、そこじゃなくて上積みの部分だけをスポイトでチューッと吸い取ってですね、上積みの綺麗な部分だけを、こんな感じで容器にですねパパパパパッと、まあ、全体にね広がるように、張り子みんなにね行き渡るように与えます。まあ、量はですねこれ、まあ、120リットルなんでスポイト1水分やってますが、
まあ、ちっちゃい容器だったらタッパーだったらどんぐらいかな。タッパーでもうほんのちょっとしか張りこいないだったら、もうこんな感じでちょん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 ぐらいでいいっすよ。1滴2滴、を1滴2滴を何箇所、5、6箇所にね、落とすぐらいな感じで、全然いいと思います。まあ、120リットル容器だったら、まあ、こんな感じでまず、ゾウリムシをかけてあげます。ゾウリムシかけることによってですね、こう上から水かけるんで油膜対策にもね、なりますよね。油膜がね、なくなるのでそれもいいですね。で、ゾウリムシを与えたらですね、今度はこっちのですね、張り子の粉餌ですね。我が家はライズのね、1号を使ってますが、まあ、ホームセンターで売ってるね、張り子用の粉餌とかでもね、全然大丈夫です。この容器はね、100均で売ってて、これ穴調整できるので、ね、便利なんですよね。ちょびっとだけ与えたい場合はこんな感じで、この1個のこのちっちゃい穴のさらにね、半分とかに調整して、これをですね、ほんの少しですね、こんな感じのちょっとね、散らばるぐらい。これね、120リットル足らないなんで、もっとやりますけど、本当穴をちょこっとにして、もうほんとちょびっと落ちたかな落ちないかなぐらいですね。こんぐらい爪ね、ちょこっと広がるぐらい、まあ、いろんなとこですね、いろんなとこにやってあげるって感じです。まあ、タッパーもね、同じ感じでやってあげればいいと思います。ね、あんまやりすぎるとですね、まあ、容量が小さいとですね、水質悪化につながりますので、まあ、ゾウリムシを与えてる場合、普通に粉餌だけの場合もね、ほんの少し与えるぐらいで、いいです。落ちたかな落ちないかなぐらいでね、本当大丈夫です。で、可能な方はね、これを1日ね、数回ですね、朝昼晩とかね、やると生存率が上がるんですけど、まあ、そんなね、皆さん働いたりしてると思いますので、そんなできないと思うので、もう朝1回とかでもね、大丈夫ですよ。で、休みの日はできるだけ細かくね、3回少量やるとか、でもいいと思います。まあ、その場合ね、回数分けてやる場合はさらにね、ほんの少しにしてもいいと思います。ゾウリムシは結構ね、与えちゃってもね、全然問題ないので、大丈夫ですけどね。なので、ほんとね、粉餌はちょっとね、水悪くするんですけど、ゾウリムシはね、そこまで水悪くしないので、ゾウリムシがね、あると本当に便利です。まあ、例えば朝一ゾウリムシを結構、ね、がっつりあげていけばですね、お昼とか、まあ、夜、下手したらね、一日中ぐらいね、メダカの食料困らない場合もありますので、朝一ゾウリムシとほんの少しの粉野菜をやっておくと、もうほぼ一日中ね、メダカ食っていられる状況がね、続くので、生存率がね、結構上がると思います。まあ、でもね、粉餌だけでも本当、結構ある程度ね、育ってくれますので、全然ね、粉餌だけの初心者の方でも、大丈夫です。まあ、仕事でね、忙しい方はね、朝一ちょこっとね、あげていくだけでも、先ほど言ったね、この布袋草とかに、微生物がですね、結構、いますので、そちらのね、非常食を食べたりして、すくすくね、育っていってくれると思います。で、我が家ではですね、特別ですね、この張り子をね、水替えとかはね、しないですね。生まれてから、ここもね、ここだいぶ大きくなったな、ここだいぶ大きくなった子たちがいるんですけど、特に水替えはせず放置ですね。バケツとかでもね、ほぼ放置で育ててます。あとは、できるだけね、日当たりのいいところでね、育ててあげるのもいいと思います。今の時期ですね、まだ気温もね、ちょっと安定しないことがありますので、日当たりのいいところでですね、できるだけ水温高め管理の方がね、やはりこの成長も早いと思いますし、太陽光のね、殺菌作用等もあります。メダカね、太陽光大好きですので、ぜひね、日の当たるところで育ててあげてください。夏場になるとね、水温上昇とかが心配になるんですけど、先ほども言ったように、この布袋草とか入れてあると、こいつがですね、日よけになりますので、めちゃくちゃね、水温が上がるっていうこともね、本当ないです。ビオトープとかだと、さらにね、この睡蓮とかもあったりして、より水温上がらないですし、大きめ容器はおすすめした理由は、その水温上昇とか水温上昇も防げますし、水質のね、安定にもつながるので、できるだけね、大きい容器育ててあげると、そこもね、生存率アップにつながると思います。そんな感じですかね。初心者さん向けに本当、簡単に育てるまとめとしてはですね、まず、親の容器に、布袋草やウィロモスを浮かべて、卵を産みつけてもらう。産みつけた卵を、別の容器に移す。あとは、張り子が帰ったら、粉餌を与える。それだけで、育ちます。それだけで、ね、ある程度育ってくれますので、メダカね、ぜひ皆さんもたくさん増やしてみてください。いろいろね、調べてね、メダカの張り子育てるの大変じゃんと思わないでね、めちゃくちゃ簡単に、可愛いメダカちゃんたちね、いっぱい増やすことができますので、
ぜひね、皆さんも楽しいメダカライフ、楽しんでみてください。こんな感じでね、いっぱい増やすことができますのでね、本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またね、ヤフオクでスリアン水生植物、購入してくださった方もありがとうございます。今もね、ヤフオクで絶賛、スリアン水生植物、販売中ですので、ぜひね、ヤフオク数のメダカスリアンビオトープ、検索してみてください。めちゃくちゃ慣れてるな、この子たち。またね、大阪にあります箱庭物語さんでは、自分のところね、スイレン、ハス、水生植物販売してますので、ぜひね、お近くの方は足を運んでみてください。またね、初めて、イベントも先日開催させていただきまして、とても大反響で、たくさんの、ね、方に来ていただき、とてもね、楽しく過ごせました。本当ね、ご来店いただいた方ありがとうございます。本当ね、ありがたい言葉をいっぱいいただいてですね、今後のモチベーションになりました。本当ね、頑張ってね、YouTube やっててね、よかったなと思いましたね。本当ありがとうございます。皆さんのおかげでね、ここまで頑張れてます。で、こちらね、イベントの様子ですね、もう一部箱庭物語さんの方で、YouTube 動画アップしていただけました。で、箱庭物語さんね、YouTube チャンネル2つあって、箱庭物語のみっちゃんですの方で、こちら動画アップしてくれてますので、ぜひね、こちらの動画見てください。またね、箱庭物語さんの方もチャンネル登録ね、よろしくお願いします。こっちはまず前編になってますので、後編もありますので、ぜひね、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。自分の方もね、ちょっとなかなか忙しくてあれなんですけど、動画出すと思いますが、このフルバージョンは多分ね、箱庭物語さんだけですので、ぜひね、よろしくお願いします。ではまた。